アイズレイブラザーズはアメリカ合衆国の音楽グループ、ファンクバンドとしてもよく知られている。1950年代にボーカルグループとして結成され、1959年にシャウトをヒットさせる。その後もビートルズのカバーでも有名なツイストシャウトなどをチャートに送り込み、1960年代半ばには無名だったジミヘンドリックスをツアーメンバーに加え、ステージだけではなく、 レコーディングにも参加させている。このことは、後に、ギタリストとして、アイズレイブラザーズのメンバーとなるアーニー・アイズレイに、多大な影響を与えることとなる。1966年には、モータウンから、ジスオールド、ハート・オブ・マイン、そして1969年、そのアーニーを含む3人のバンドメンバーを加え、6人編成のファンクグループとして、活動を開始し、 いっつゆはシングの大ヒットを放った。1971年のティービン、イットバックから1974年のライブイットアップにかけてシンガーソングライターを中心に同時代の非アフリカ系アメリカ人の楽曲を数多くカバーした。クロスビー、スティルス、ナッシュヤングのオハイオ、ジェームス・テイラーのファイアーレイン、寂しい夜、ボブ・ディランのレイレディレイ、 スティーブン・スティルスの愛への参加、キャロル・キングのスイート・シーズンズ・イッツ・トゥ・レイとジャッキー・デ・シャノンの恋をあなたに、ドゥービー・ブラザーズのリススン・トゥ・ザ・ミュージック、ジョナサン・エドワーズのサンシャイン、トット・ラングレンのハロー・イッツ・ミーなどがその例である。1983年のアルバムビトウィーン・ザ・シーツを発表後に CBS レコードとグループ側の評価の相違や、 中途参加メンバーのグループ内での評価に対する不満により中途参加メンバーはアイズレイ・ジャスパー・アイズレイを結成する。しかし彼らはアルバムを3枚残しただけで1980年代末には自然消滅してしまう。結成メンバーの3人はアイズレイ・ブラザーズを継続させるが1986年にオーケリー・アイズレイが心臓発作により急性する。その後、 ルドルフ・アイズレイは生殖につくためにグループを離脱してしまう。このメンバーが減り続ける期間から、アンジェラ・ウィン・ブッシュがグループをサポートした。1989年発表のスペンド・ザ・ナイトは、ザ・アイズレイ・ブラザーズフィーチャリング、ロナルド・アイズレイ名義であり、実質、ロナルドのソロプロジェクトとなった。1991年に、アーニー・アイズレイとマービン・アイズレイが復帰する。 1997年に、マービン・アイズレイが糖尿病による神経障害のためエソを起こした足を切断し、活動を離脱。2001年に、アイズレイ・ブラザーズフィーチャリング、ロナルド・アイズレイ aka ミスター・ビックス名義のコンテージャスが、ビルボードホット100にチャートインすることで、1950年代から2000年代まで6つの、西暦10年代連続で、 ビルボードのシングルチャートに登場した史上初のアーティストとなった。現在のアイズレイ・ブラザーズは二人でアルバムを出し続け、若手とのコラボレーション等も盛んに行っていた。だが、2005年、ロナルド、ロンアイズレイが長年の所得の脱税他の罪により逮捕、起訴され、2006年懲役3年1ヶ月の実刑と罰金310万ドルの刑が確定してしまった。 彼は、インディアナ州の連邦共生施設に収監されたため、グループは事実上の活動停止状態となっていたが、2010年4月13日、ロンが出所。これに伴い、彼は、同年5月から出所後初のツアーを行っている。内は、在籍期間現メンバー級メンバー。ありがとうございます。